ダシマットランチャー、ダシマ動画ヨネコです、ゆきです。今日はお買い物動画だ。久々にですね、ちょっといろいろおもちゃ屋さんを回りましてですね、おもちゃを買ってきました。はい、ちょっと今日はこちらを見ていきたいと思います。はい、まずはこちら、かなとくんが今かっこよくつけております、デラックスオーズドライバーですね。はい、うん、まあ、このベルトね、箱なしでさらに値段がね下がっておりました。はい、だいたい約1200円で、はい、ゲットしてきました。はい、ラッキー持ってなかったからね。はい、あとはね、まあ、ベルトを買ったということでね、メダルを数枚、買ってきましたね。はい、あとこれウィザードライバー、はい、これね300円でしたね。うん、はい、ただリングとベルト止めがなかったです。でもね、いいの、我が家のねウィザードライバー、なんと残念なことにですね、はい、切れた、ベルトが切れちゃったんですよ。だからね、だからもう一個買った、そうパーツ取りのためにね、うん、買いました。はい、新しいやつを、うん、あとは指輪を何個か、あとちょっとブッドバソールの持ってないエナジーアイテムをちょっとね仕入れてきました。はい、1個108円でね、買ってきました。はい、はい、あとは電王の電ライナー関係をちょっとね、今日はね買ってきました。はい、これをねちょっと探してたんですよ、電ライナー。はい、うん、これも、1600円で、まあ、パーツも全部揃っているっていうことでね、はい、これでね、まあ、開封済みの商品ですけれども1600円で買えたら安いかなという感じでね、はい、まあ、多少箱の傷み等ありますが、まあいいでしょうという感じで買ってきました。はい、あとは電ライナーイスルギー、はい、ウラタロスの車両ですね。はい、これはねなんと600円、はい、まあ、開封済みの商品ではありますが安かったのでゲットしてきました。はい、はい、それと電ライナーイカズチも買ってきました。はい、これもねパーツ揃ってて600円、安い。さあ、そして最後はこちら、はい、ゼロライナードリル、これはなんと未開封品なんですね。はい、箱の傷みはすごいあるんですけれども、まだ開けてないんです、開いてないんですよ。だから中身は新品なんですよ。これでね、これも安かった600円。すごいでしょ。うん、はい、というわけでね、まあ合計で6000円ぐらいか、6000円ぐらいでこんなにねたくさんお買い物してきました。もうかなり安くね、これだけのおもちゃをゲットしてきたわけなんですが、すごい楽しかったね今日ね。楽しかった？うん、楽しかったよ。うん、パパもね、ずっともう何回も何回も同じところぐるぐる回って、こういいな、これいいな、これいいなってずっと見てたね。うん、ね、一つ一つねじっくり見て選んできました。はい、かなとだって、うん、いっぱいぐるって見て、うん、いっぱい買ってきたよ。そうだね、電ライナー関係はレビューしていこうと思っております。はい、まあベルト、オーズドライバーはどうしようかな。オズドライバーはまあ変身シーンでもやろうか。はい、はい、ウィザードライバーはまあパーツ取りなんでこのままということで、はい、あとはね電ライナー関係のレビューを今度やっていきたいと思っておりますので、はい、そちらの方もぜひご覧ください。はい、そんなわけで今日は久々のお買い物動画でした。そんなで今日はこの辺で、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。これからはですね、はい、スマホやタブレットでご覧の皆様も画面タッチで次の動画へ行くことができるようになりましたので、はい、ぜひね、はい、押してダンシマ動画チャンネルいっぱい見てください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。